神戸市中央区港島1-3-11に本部を置いていた日本の私立大学である。2007年に設置され、2015年に廃止された。大学の略称は、くすぐー、神戸宿川。2007年4月に開学した観光文化学部観光文化学科を設置した短化大学であった。2014年4月に次年度からの学生募集停止を発表し、 在学生と教育資産は2015年4月に神戸山手大学現代社会学部観光文化学科に継承され2015年8月31日に廃止された。キャンパスは神戸山手大学には継承されず2013年4月に西宮市から移転して併設されていた宿川学院短期大学がそのまま継承した。世界を先駆ける観光立国の 中心的存在として活躍できる幅広い知識と専門的な技術を身につけた人材の養成を目標としていた。上記の通り、在学生と教育資産は2015年に神戸山手大学現代社会学部観光文化学科に継承され、2019年4月には学科の名称が観光文化学科から観光学科に変更された。その後、 2020年4月に神戸山手大学現代社会学部観光学科は関西国際大学に学部上とされ関西国際大学現代社会学部観光学科となり2021年4月には関西国際大学国際コミュニケーション学部観光学科となった。キャンパスは宿川学院短期大学が継承し2016年4月に宿川学院中学校 高等学校も西宮市から移転した。2019年4月には、宿川学院短期大学と宿川学院中学校、高等学校は神戸市内の他の場所にそれぞれ移転した。キャンパスは2018年に学校法人神戸学院大学が、学校法人宿川学院から取得しており、2019年から神戸学院大学のポートアイランド第二キャンパスとして、 使用されている。学部、学科、コースと分野、建物、食堂。ありがとうございます。